三国志で一番強い奴は誰だ？って質問に、イナゴ。って答えた人がいて腹を抱えて笑ったことがある。笑いの沸点が低いゆっくり霊夢です。イナゴさんは曹操様や呂布をビビり散らかして撤退させただけじゃなくて、紀元前から今に至るまで食糧を食い尽くして我々を苦しめているからな。これが人類の最強の敵なんじゃないか、と思っている、ゆっくりマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは高尊度の謀反をその弁論術で封じ込めた男、龍母よ。彼がいなかったら曹操が関との戦いで勝利した後でさらにものすごい大戦が起きていた可能性があるのよね。むむむ。武力じゃなくて弁舌で戦争を止めた人物ってわけか。さて改めて紹介するのは龍母、あざなを白鵬。当時漢王朝からの独立を図った高尊度から引き止められ半ば無理やり彼の臣下にされたものの、その戦術眼から高尊度の謀反をいさめ切った男。彼は一体どういった人物なんだ。龍母は遠州山陽郡昇竜県出身の人物で、若い時から学問に励んで人と議論をする際には経典を根拠にその是非を論じる人だったようね。その後、彼は曹操から召されて祝宴に任命されて、そこで龍母は優秀な成績を残したのですぐに自御史に出世したの。まあそれぐらいの能力がなければ曹操様もわざわざ彼のことを登用しないだろうしな。時に泰山軍では盗賊がクソほど多くいたので、龍母は泰山大主に任命されてこの地の統治を任されたの。彼はこの荒れた地をたった10ヶ月ほど統治しただけで平和にして、用事を背負って泰山軍に移住する人の数は1000件以上もいたみたい。この功績のおかげか龍母は遥か北にある朝鮮半島の落浪大主に任命されることになったようね。龍母は荒れた地の大主に任命されるわ、遥か遠方の地の大主に任命されたり、曹操からの嫌がらせを受けているかのように各地を転々としているわ。まあ統治の難しい場所を任されるってことはそれだけ信頼しているって証でもあるしな。信頼しているからこそ安心して遠方に送り出せるんだぜ。龍母が落浪に行くために龍島に着いた時、龍島大主に任命されていた高尊度は自身が支配している落浪軍に龍母を赴任させると、自身の権力が弱くなると思って龍母を半ば無理やり自分の元に引き止めた。当時、高尊度は周辺の異民族を討伐してその名声は中国のみならず海外にまで轟いている人物だったので、高尊度は天下が荒れていることを知ると龍島で独立しちゃってたのよね。しかし龍母は高尊度に引き止められこそしたものの、彼に屈服して高尊度の臣下にはならなかったようね。おそらく高尊度が龍母を処刑しなかったのは漢王朝を敵にはしたくはなかったからだろうな。漢王朝が落ち目だから独立したけど、漢王朝全体を今敵にするのは怖すぎるしな。その後、曹操は袁紹と天下をかけた大決戦である漢との戦いに勝利した。これを聞くと高尊度はついに自分が天下を取る時が来たと思って彼は諸将に聞けば曹操は遠征に出ており、今は行の守備が空っぽだとか。もし私が3万の兵士と万の騎兵を持ってこれを襲撃すれば、必ずや行を落とせると思うのだが、この策をどう思う？と質問したの。すると高尊度の部下たちはこぞって、それは良策です。と彼に伝えたみたい。曹操様は遠家とぶつかって兵力を失っているし、総大将である曹操様もいない城は簡単に落とせると。確かに理にかなっている策には見えるな。高尊度はちょっと不安だったのか龍母の方を見て、俺は君の意見も聞きたい、と尋ねた。すると龍母は、近頃は天下は大いに荒れて社食も危うい状況にあります。しかし高尊度将軍はその危ない国家を助けずに、10万の兵士を率いているのにもかかわらず、座してこれを観察しておりました。仮にもあなたは、漢王朝の臣下なのにこれでいいのでしょうか。あなたは貨幣で賊を倒している曹操様とは全然、格が違います。ではなぜ天下の賊である高尊度将軍は未だに曹操様の討伐を受けていないのでしょうか。その理由は単純で民の暮らしは最近になってようやく安定しだしたばかりで、曹操様はあなたを討伐する暇がなかっただけです。にもかかわらず将軍は曹操様と戦うおつもりだとか。
どっちが勝つか負けるかはわかりませんが、その戦の勝敗はすぐにつくでしょうな。将軍もまあ頑張るとよろしい、と言い放った。これを聞くと公孫土の部下たちは恐れおののいたようね。よくもまあ両党の権力者に対してこういう態度を取れるぜ両もは。でも両もの発言にも一理ある。公孫土が漢王朝からの討伐を受けなかったのは、中央が混乱していて公孫土を討伐する暇なんてなかったからに過ぎない。しかしもし公孫土側から攻撃を仕掛けてきたら全力を持って曹操様はこれを討伐に乗り出すだろうな。公孫土はこの両もの発言から長い時間が経った後、両もの言葉はもっともだ、と言ったみたい。でも後の歴史家である廃将氏はこの両ものエピソードは明らかにおかしいと言っているのよね。曹操が行を平定したのが204年で、おそらくその後で曹操が遠征に行ったのが袁紹、袁騎らを討伐しに遊城に出陣した時。曹操が遊城に出兵したのは207年なので、これは明らかにおかしいのよ。だって公孫公は204年に病死したと歴史書に書かれているからね。204年に病死した男が207年に喋れるわけがない。故に私はこのエピソードは全部、公孫土の後を継いだ公孫公がやったことだと無理やり解釈しているわ。まあ、あれだ。両もはずっと曹操様の元を離れて公孫土の元にいた宝木の歴史家の人たちも間違えちゃったんだろうぜきっと。まあ丸ごとこのエピソードが捏造だって可能性もあるけど、そういう夢のない話はあんまりしたくはないぜ。その後、公孫土の後を継いだ公孫公は曹操に屈服して漢王朝に服従したので、両もは曹操から義軍大主や官僚省に任命されて、どの赴任先でも数々の功績を挙げたの。後に曹操の息子の曹丕が五官省に任命されると、両もは曹丕の長吏に任命されるとともに、左軍師に任命された。そして213年に義国が建国されると、両もは小諸牧尉に任命されて、その他にも中尉や北条を歴任したみたい。さらに両もはまだ曹丕が大使だった時に彼の大夫にも任命されたようで、曹丕は両ものことをかなり礼遇していて尊重していたの。両もは曹丕の八勇の一人にも選ばれるほど曹丕に好かれていたものの、曹丕が皇帝に即位するよりも前に病死したみたい。長い間、曹操の元じゃなくて公孫土や曹丕の元にいたせいで、ちょっとだけ記述が薄くなった人物だったわね。中央でも地方でも活躍した人物だったぜ。さて、いかがでしたでしょうか、今回の人物のことは。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。公孫土の圧力に決して屈さなかった男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。